以上、ビーボイキャンパスでした。さあ、そしてラストですよ。この男、普段から何考えてるかもちょっと分かんないような顔してますが、さあ、それではビーボイよろしくお願いします。お疲れ様です。すごいレベルとなって、まあ、僕もすごい考えさせられましたね、自分のスタイルについて。はい、予選というか、まあ、なんか全体のなんかここもったいないなって思ったところなんですけど、なんかすごいなんか結構スキルのやる人とか結構多くて、なんか動きとかもなんか個性の一つなんですけど、なんかそれをやるときの表情とか、まあ、タッチの目線とか、そう下向いてる人とか多いんで、なんかそことかもっと詰めていったらもっといいものになる人もいたなって思いました。はい、でもあとはやっぱフリーズとか最後の決めが甘い人がいっぱいいて、決まったらすごい上がってた人がいるんで、もっとちゃんと詰めていった方がいいと思います。はい、で、個人賞なんですけど、ベヒーモスの柔らかい人、なんかトータの柔らかい人、モロさん、モロさん、あ、いた。なんか柔らかくて羨ましいなって思います。思い出、思い出ね、遠くから春まで。ありがとうございます。さあ、以上 AT4 でした。もう一度このお三方に大きな拍手を。